はい、明けましておめでとうございます。KOGA レコーズ、コガレコーズ、マーガレットミュージック代表のコガです。9年中は大変お世話になりました。2021年、皆様どういう年だったでしょうかね。まあね、コロナ禍でいろいろこう日常生活もままならない時代だったと思うんですけど、それは実はこの音楽業界にこう身をうずめる私たちが本当に深刻な状況だった2021年だったんですけど、だいぶこうコロナも明けつつあり、いや油断は禁物、明けつつあり、2022年、かなり気合い入れて、音楽活動に勤しもうと思っている次第です。今年もよろしくお願いします。そう、ちょっと去年の話になっちゃったんですけど、まあ、そういう意味も含め去年の総決算として、下北インディーズ社長という本を出しました。これは僕の、まあ、自叙伝的な本になるんですけど、初期の頃からあとキートークだったり新人のアーティストだったりまで、僕の一生もしくは下北沢でこんなことやってきたよっていうのが分かる一冊になっておりますので、改めて買ってない方がおられたら、このお正月にでも、Amazon なりポチッと押していただければ、読まなくていいです。持っただけでなんか小賀社長の気になるんじゃねえかっていうところなんですけどね。まあそんなこんなんで2022年に入ったんですけど、ね、いろんなバンドをまたリリースしていきますんで、新人バンドもリリースしようかななんて思ってもいたりして、なんであと CD もぜひ買ってもらいたいし、あとサブスクでも新しい時代に入っているので、うちの音楽を楽しんでいただければと思っております。ぜひ、今年もコガレコーズ、マーガレットミュージックよろしくお願いします。それではさよなら。